文化人デジタルカールバンメンバー限定ライブその1です。司会進行は令和先行塾塾と山岡哲司です。今日はスペシャルゲストをお迎えしております。作家評論家の西村小雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもご無沙汰しております。そして報道界のラビット関根裸足の源子と斎草源太郎さんです。よろしくお願いします。もう最近はこれで通るようになりましたね。言われたことないマイクつけてます。まだつけてというわけで、ではもう早速入っていきましょう。特集その1です。東京15区が示す残酷な未来。組織票勝利の結果、なんとあまりにも投票率が低すぎて単純な組織票が勝ってしまうという、一番恐れていた、一番これだけあってはいけないという状況になってしまいましたね。はい、ここで一般の方2代目お師匠さんの5月3日のポストです。はい、日本共産党や社民党と一緒になって憲法改正に反対する集会に出ている立憲共産党の大阪政治と東京15区の酒井夏実さんということですね。はい、こう結局こういうことになってるわけでしょね、西村先生。いや、もう、まあ、想定はしていましたけどね、あまりにもバカバカしくて。いや本当に、だから結局だからまたこの状況で憲法改正に反対する勢力に、まあ、力を与えてしまったということなんですよね。まあ、ただ、まあ、東京の中の選挙区の中の一つの議席なわけで、必ずしもそうではないんですよ。実際世論調査見れば、5月3日の世論調査で、これ読売の数字ですけども、 50% 以上がね、9条改正っていうのを望んでんですね。で、他の調査でもそうです。朝日だけはなんか違ったみたいですけど、それで岸田政権では憲法改正は反対っていう数字が多くなるのは、それはもうムードに引っ張られてそうなってるんですけど、それでも9条改正の方が上回ってるんですよ。だから基本的な認識としてはね、有権者の頭の中ではそんなに認識誤ってないんだけど、まあさすがにもうね、まずいと。ただ選挙になった時のね、メディアのいろんな情報の洪水と、それと一般有権者のあまりにもその政治に関与しないというか無関心すぎるね、状況があるじゃないですか。こういう結果になっちゃう、こういう現象が起きてしまうと。しかし斎草さん、僕は今西村先生のねお話、いや本当ごもっともなんですけれども、はい、ただそれにしてもね、やっぱりこういう状況を招いちゃいかんと思いますけどね。本当にこれ見てください、これ醜悪としか言いようがない、うん、これを見てね、やっぱり一般の人たちがね、これはまずいなって思わないところにまた社会の病巣があってですね、どういう、この人たちがどういう主張を日頃からしてるっていうのを、その辺のね、おじさま、おばさま方に聞いても、多分8割ぐらいの方はそんなに関心がないんじゃないのかなと思うんですよね。僕は今回の選挙で一番嫌だなというか怖いなと思ったのは、立憲民主党と、例えば自民党の支持率って、まあ、いくら自民党がですね、怒られて、これはダメだっていう状況になっても、まだ倍近く、差があるわけじゃないですか。それにもかかわらず、今回その立憲民主と共産が手を組んだことによって、単純にね、足し合わせた組織票が結構な選挙区でね、ひっくり返っちゃうんですよ、革新側に。なぜなら保守系、これ僕がこの間維新や国民民主も保守と想定してって言ったら、なんかすごいお叱りを受けたんですけど、まあ国民民主が最近ちょっと向こう側にまた軸足を移し始めてるので、軸足そもそもないですよ、ちょっとね、あまりにもね、節操がないなと思いましたけど ね、 そうですね。だからまあ、じゃあ維新は今のところ踏みとどまってるので、例えば選挙協力をできる可能性があるのが維新までというふうに仮定して、それを便宜的に保守というふうに言わせてもらいますけど、その場合にじゃあ維新と自民党で候補者調整ができるのかと、向こうはもう本当に今回ので味を占めて、多分いろんなところでそれやってくると思うんですよ。だけど現実問題としては、未だに自民党が支持は一番多いにもかかわらず、結構な選挙区でこれひっくり返っちゃうと、これ民意を正しく反映してないというか、まあ向こうから言わせれば、それはこっちの作戦なんだから、まとまらない保守界隈が悪いっていうふうに言われちゃうかもしれないけれども、やっぱりこれはあんまり健全じゃないですよね、こういうっていうのは。全くそうですよ。まあこの立憲民主党のね、支持されてる方々、これ簡単に共産党と組んじゃう政党なわけでしょ。本当それでいいのと、うん、本当にそう思いますね。本当に不動票を自覚してらっしゃる方には本当にね、気がついていただきたいんですけれども、共産党とかね、立憲民主党のね、コアな
支持層、もうはっきり言ってむちゃくちゃですよ。もうむちゃくちゃ、もう言い出したらキリがないぐらいむちゃくちゃだし、うん、もうとにかくなんだろうな、自民党にもうあだなすんであれば、もう数字変えても何してでも何があってももう自民党にとって不利なように不利なように物事を改ざんしてみたいなことが SNS 見てても普通にあるでしょ、うん、拡散してらっしゃる左派系の人たちね。右派だってまあ皆無じゃないけど左巻きの人たちよりはかなり少ないですよ。この間もね、国民年金廃止論というのが出回ったんですよ、うん、共産系の人たちの多分ツイッターで、それが盛り上がって調べたら、サウダ系はなぜ潰れないのかで有名になった山田なんとかさんって元税理士の方が、そういうようなことを YouTube で言ったのを聞かとしてね、いやー国民年金を廃止するらしい、自民党をふざけんなみたいなのがバーッと流れたんですよ。いや俺そんな話は聞いたことないぞというふうに言ったら、みんなねそれパッと消して逃げちゃうんですよ、ね、活動家ですね。そんなことばっかりやってんですもん。だからそういう SNS のね、工作っていうのはもともとこの連中の得意の分野でね、うん、それがネットはだから全然やってなかったんですけど、15年ぐらい前から共産党は一生懸命ね、ネットの使い方とかってね研修やってるんですよね、年寄りがね、それでツイッターの使い方とかね10年ぐらい一気になってましたよ。あ、10年ちょっと前ですけど、まあ、それで僕もつぶやいてるんですけども、これ2番なんですが、これがね、まあ、これを受けて、まあ、これが多くの区民が投票しなかった結果だと、まあ、確かに占領軍による洗脳は巧みできつかった。しかし指導層から大衆まで全く抵抗せずに、むしろ進んで占領政策を受け入れ、自分たちは賢い米国を利用していると薄吹いて生きてきたことがこそが今日の惨状を招いた根本原因である。自立しない民族は必ず滅亡する。ちょっとこれ話は飛んでるんですけど、何が言いたいかというと、よくここも数年ですね、この戦後 GHQ の占領政策、洗脳政策がいかにきつかったかということは、随分いろんな研究者が明らかにしてくれたわけなんですよ。だけど、じゃあそこから目覚めるかといったら、目覚めないんですね。で、なんで目覚めないかというと、これは僕の意見ですよ。結局、当時の日本人、当時の指導層は、受け入れちゃったわけで、積極的に。お金も含めて。受け入れちゃってるんですね。それとあと、国民もそこにもう無関心でですね、ちゃんと自立しなきゃいけないじゃないかみたいな発想ではなくて、まあ別に現状で経済的に豊かだったらそれでいいや、みたいな感じでずっと流れてきてる。だから、何か。いやいや、途中腰折っちゃったら、あれなんですけど、その山越さんの分析正しいんですけども、ただ、戦争を体験した人たちが生きてるうちはそうでもなかったんですよ、うん、要するにね、うん、結局日本の歴史戦後史って見てみると、うん、やっぱり1980年代が大きなターニングポイントで、うんうん、80年代終わった後、つまり平成になってからの、平成になってその戦争を戦った人たちが戦後復興したわけでね、うんうん、でそういった人たちは社会の表舞台からどん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 引退して養殖を年齢的に退くじゃないですか、うんうんうん、でそうなった後が悲惨、それは確かに悲惨さに拍車かかってますね。それがだから失われた30年の一番の元凶っていうのはそれなんですよ、うん、もうそれよくわかります。というのは、例えば西村先生もうお話ししたと思うんですけど、例の慰安婦問題とかって、はい、あれが深刻化したのって80年代以降なんですよ、ね、91年。だから逆にその戦争時代を知っていた人たちっていうのは、その慰安婦の何たるかも知っていたので、はい、これは日韓両国とも。だからそんな大きな問題にならないんですよ。全然問題になってないし、で、何しろ日本が韓国と国交正常化した昭和40年、1965年に、芸術祭参加作品の映画でですよ、岡本喜八の映画の中で、慰安婦がいっぱい出てきますからね、うん、それで、早くこの戦争終わったら、歌舞伎町で喫茶店やるのよって話してるわけですよ。で、そういうことが要するに常識としてみんな知ってたから。日常の中にあったわけですよね。だから全然問題にならない。あと、例えば今でも戦犯とかってよく言いますけども、日本が主権回復したとされる昭和27年以降です。社会党の議員の提案で、戦犯で亡くなった人たち、処刑された人たちを支援するために、改正遺族援護法っていうのが、国民が有権者のもう半分以上ですよ。5000万人ぐらい。4000万かちょっと忘れましたけどね。署名が集まって、すぐその法律が成立して、それで全員法務士として認められて、国として恩給が与えられるようになったんですね。うん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 、で、その時点で日本
日本においては戦犯っていなくなったんですよ、うん、それそうですね。ただ同時にです、例えば1980年代まではですね、まあ、例えば自衛隊の地位も非常に低く、自衛隊に対する国民感情も大変厳しいものがあったと。だから結局そこで、じゃあ憲法を改正してきちんと国防軍にして自立していこうという機運は残念ながら生まれなかったということと、それから戦後の指導者たちですね、一連のはもう、まあ、今の岸田さんみたいにひどいかどうかということは別としてです、まあ、やっぱりアメリカが作ったレジームの中で生きてきた、だからもうその通りです、ね、だから国民がその実際に戦争を体験した世代の人たちは肌感覚で何が正しくて何が真実でってことは分かってたんだけど、うんうん、結局為政者が戦後レジームをそのまま邁進させたわけですよね。そうですね。で、はい、それでだから80年代ってそういう二面性がそういう中で、はいはい、あれなんですよ。経済的にはものすごい強かったですね。ものすごくなっちゃって、でそれまたアメリカにまたやられた、またやられちゃった。それが1985年のプラザ合意、うん、そうなった。そうです。はい、そのあたりでまた結局アメリカに潰されてしまった。それは属国のノリを超えたからですね。そうなんです。ね、なんで、でもそこで本来覚醒しなきゃいけないんですけど、うん、あ、やっぱり自立しなきゃ無理なんだなと思わなきゃいけないんだけども、そうはならずにずるずるずるっとしてですね。そして今日まだこういう無関心状態が続いていると。うん、そうなんです。それが一番怖いわけですよ。はい、無関心状態は生んで生んでるんですよ、これをね。この醜悪な。醜悪な。で、これが結局帰ってきちゃうんですよね、自分たちに。だからめんどくさい、ゴールデンウィークで天気もいいから、なんかね、旅行行っちゃおうとか言って、もう結局はこの人たちにやることが自分たちに降りかかってきちゃうっていう現実があるわけなんですよ。そういうこと全然意識してないのかね。そして3番なんですけど、これ、一般の方、星洋介さんの5月4日のポストなんですが、もうね、坂井夏美さん、こういうポストしてるということですね。あんまり戦争のことってわからなくて、と。この絵文字どう表現したいか、これどう表現したいかわかんないんですけど、このレベルなんですよ。これ何、坂井夏美って、これ当選したやつ、ここ当選したやつ。そう憲法改正反対とかなんたらとか顔を出して置きながら、ね、ああいう集会に出るんだったら戦争とは何かという自分なりの定義があるべきですね。認識が。だけど、あんまり戦争のことって分からなくって、絵文字ふふふふ。誰かに答えてるわけですね。そんな感じですね。だいぶ前の記事ですが、下記の歴史館では、今の憲法がどんな憲法か分かってないんですよね、と。こんな人に子供たちが生きる日本の未来を託すことはできません。危機に気づき、日本を憂い、行動している名もなき僕らから始めないといけませんね、ということなんですよね。はい、その通りですね。その通りなんです。立派ですね。だから、入れ替えた方がいいよね、これ。国会議員そう全くそうでしょう。選挙民の無関心でね、単純な組織票の足し算で生まれた国会議員がこれなんですよ。そうこのクオリティ、まあ、これはだから戦後レジウムってこと、ね、まさにね。聞いてみましょう。飯山あかり氏支部長退任の真相と選挙妨害規制強化ということで、まあ、門田隆昌さんの5月7日のポスト、吉田浩一郎さんのポストを引用して、これ吉田さんのポストですね、選挙の立候補者が危害を恐れて退任する。日本の治安は名実ともに途上国のそれとなった、うん、警察や裁判官を含め原因を作った者どもよ恥を知れと。アメリカに似てきたんですよ。なるほどね、はい、ということで私の家族にも危害が及ぶ可能性があると飯山あかり氏が支部長退任の真相を告白。札幌ヤジ連呼訴訟で活動家を勝たせ常軌を逸した選挙妨害を警察が警告で済ます国、ついに選挙の立候補者が危害を恐れて退任。日本の治安は名実ともに途上国のそれ。警察や裁判官、原因を作った者は恥を知れと吉田浩一郎氏。エリートに滅ぼされる日本と、まあ、いうことなんですよね。佐伯さん、これ飯山あかりさんも相当精神的にダメージを受けられたということですね。まあ、これはね、緒方良美警視総監が腹をくくってですね、これやれば判例を作ればいいわけです。要は札幌地裁札幌高裁のふざけた判決ありましたけれども、はい、あれにしてもですね、札幌高裁では安倍やめろってもう繰り返し言ってた男性の方の裁判のあれは棄却されてるんです、うんうん、賠償請求は棄却されてるんです、うんうん、つまり民事的にもあれは認められないわけですよ、うんうんうん、っていうことは1948年の最高裁判決でも被せて演説をするようなものは選挙妨害に当たるという判例も出てるわけで、はい、これはあれだけしつこくやってる連中はですね、しかも警告が確かかなり初期の頃に出ていたのに、その後もずっとやってましたよね、うん。なんで放置したかですよね。そうなんですよ。これはもうだからもう、緒方さんの保身ですよ。
はっきり言って現場の人たちはこれ絶対やりたかったと思いますよ。そこでこれ勝手な僕の空想なんですけども、ちょっとでも異常だなと起きてることがですね、まあ、例えば移民の犯罪全然検挙できない、ね、もう全部無罪になったりとか、あるいは検挙そもそも起訴しないとかですね、ということが起きたりとかですね、これだから選挙妨害も全くスルーしてる、放置してるとかですね。だからこれね、アメリカで起きてることが日本で10年後に起きてるってことなんですよ。それとアメリカだけじゃなくてヨーロッパも、はい、それまさにもう先生は僕が言いたいことを文章の後半をのまさに言ってくださったんですけど、10年前といえばそうなんです。でも今現在ですね、バイデン民主党のアメリカで起きてることですよね、これね。だから犯罪を問わないとか、移民に関して異様に、はい、デパートスーパーから万引きをしても捕まらない、不法移民たちに選挙権を与える、そして選挙妨害なんても甚だしいですよね。もうその司法の武器化みたいな、とんでもないことまでやって選挙妨害するという、それになんかそれのミニチュアコピーを見せられているような気がするんですよ。さすがにアメリカもですね、今回大統領選挙でトランプに対して行われる訴訟が全部じゃない、あれだけ残ってんだ。例のポルノ女優、あれもなんかいかがしい。なんかそれもだって、ハッシュマネーって、それに口止め料、口止め、それを弁護士費用に混ぜた、くだらない。くだらない。全然、訴訟、一件なんかされないような、ね。わけわかんない。で、うん、そういった裁判がです、例えば、自宅に機密文書を持って行ったとかです、まあ、バイデンもやってたことなんですけど、あれ全部です。昨日、最高裁が決定しましたから、先送りです。うん、だから、あれによってトランプが選挙妨害を受けることはなくなったんですよ。うん、いや、アメリカ、宗主国のアメリカがあれだから、ね、そういうことです。それをなんかこう、後追いしてる、後追いさせられてるような印象を受けるんですよ。いや、その通りですよ。だから、アホみたいな。ですよね。上級してるでしょ、うん、やってることが、うん。ということで、選挙妨害規制の動き、自民維新前向き慎重論も時事通信5月7日の記事なんですけども、4月の衆院東京15区補欠選挙で妨害活動と取れる行為が相次いだことを受け、与野党の一部に規制強化を目指す動きが出ている。日本維新の会は7日、独自の公職選挙法改正案の概要を公表、自民党も前向きな姿勢を示す。ただ、公明党や立憲民主党は慎重な対応を求めていると。だからこれは不思議な記事ですよね。なんでね、立憲と公明党が慎重な対応をね、求めるのかっていうのは、根拠が全くわかんないんですよね。だって明らかな選挙妨害だったわけで。そうですよね。でも立憲はあんまりやられなかった、うん、いや、でも立憲も結構されてたんですよ、うん、で、だって蓮舫さんなんて警察の対応が遅い、怖かった、でも負けませんみたいなやってたでしょ、うんうん、だけれどもこれ公明党がどうして慎重なのかまあ知りませんけれども、立憲民主党はもうわかりやすくてですね、あの札幌地裁のあの安倍アメロで演説妨害してです、原告側になった人間は立憲民主党の支持母体だからですよ。自治労の参加組織の労働組合の組合員ですから、うんうんうん、だから、はい、言ってみれば自己矛盾ですよね、うんうんうん、で、蓮舫さんのあのツイートにしてもそうなんですけれども、本当に皆さん覚えておいていただきたいのは、うん、彼女はです、警察が対応が悪いからって言ってますけど、うん、警察っていうのは法律にのっとってです、動かないと、無法国家になっちゃうわけですよ、うん、そうですね。で、その法律を作るのは国会議員なわけですよ。あんたが言うなって話でしょ。だから、まさにそう。本当にね、こういう人たちをね、国の代表としてね、送っているっていうことに、僕は本当にね、満腔の怒りをですね、もう本当に、言わせていただきたいというか、本当にひどい話でね。いや、本当ですね。まあ、だから有権者の意識がね、ひどいっていうのもね、その蓮舫という人がですね、かつてはですね、東京でトップ当選してたわけですからね。うん、結局だから今有権者のレベルになっちゃうんですけどね。かつてですね、東京をはじめとする主だった日本の都市が無差別爆撃を受けてですね、まあ、一晩で何万人、10万人という人が殺されたりしたじゃないですか。まあ、結局数十万人、あるいは100万人殺されてるわけですよ、民間人が。で、そうやって悲惨な結末だけども、じゃあそこで殺されて焼かれてしまった人たちはね、どれだけ予想していたか、あるいは考えていたかっていうことだから、結局何が言いたいかというと、結局それっていろんな間違った判断とかいろんなことのこう結果がそうなってるわけですね。じゃあそのもっと前の段階で果たしてどうだったのかね、うん、単純に軍部に賛成してなかったのか何なのか、結局戻ってきちゃうわけです。それどんなに悲惨であっても。だから今回はゴールデンウィークのある晴れた日を楽しむことができたかもしれない。しかし、近い将来ですよ、とんでもない災難に見舞われるかもしれないんですよ。
ということを言いたいんです。はい。おっしゃる通りです。そして、これは僕がピックしたんですが、川田隆翔さんの5月1日のポスト、選挙妨害について何や最高裁の判例あるやんかというポストを引用して、選挙妨害とは、聴衆がこれを聞き取ることを不可能または困難ならしめるような処理とした1948年最高裁判決。これを繰り返した陣営を再任、現任しながら警察は、選挙後の警告で済ますらしい。司法がやじ連行を認め、今度は警察が演説妨害を警告のみとした。日本の民主主義の歴史上、これを放置した尾形、なんだっけ？吉見、警視総監の名を忘れんまい。被害を受けた陣営は公務員の不作為の罪で告発をということなんですよね。うん、これ本当に、だからこういう判例はあったわけですよ。これを見ればですね、今回明らかに法律違反のことは明らかじゃないですか。しかもね、昭和23年の判決ですよね。そうですね。はい、本当にね、ここまで判例が出てるんであれば、あとは具体例に落とし込んでいくのは、これ警察の仕事で、公務員は法に支配されますから、法律に書いてないことはダメですけれども、最高裁がこれ実際にこれ、最高裁判決で確定してるわけじゃないですか。だからあとはどのレベルまで行ったら立件されるのかっていうのを現場でですね、判断して、果敢にですね、これは逮捕起訴してですね、世間に問うっていうところもやっぱり警察には求められるわけじゃないですか。そうですね。はい。これをやっぱり、僕は現場の、例えば捜査2課なんかの捜査員がですね、こんなのは最初からやれないよって思ったとはちょっと僕はあんまり考えられないんですよ。うんうん、おそらく現場はこれはやるべきだって言っても、どこかで多分ストップがかかってるはずなんです。だからあの時と同じですよ。2008年の北京オリンピックの時のですね、はい、聖火リレーが、はい、長野で行われた時にですね、全国からバスで集まったチャイニーズがで日本人に暴行してたりしても全く検挙されなかったんですよね。だからその時も福田政権ですからね、あの時ね。おそらくそういう検挙するなっていう指令があったと思うんですね。そうですよね。そうですよね。そう思いますね。からだということなんですよね。はい、西村さんいかがでしょうか。はい、このバイデンの発言を聞くとよくわかりますけどね、本当に。もともとこの人ってだから日本嫌いですよ。それでこの4年前のスピーチの時も、これ大統領選挙の時のキャンペーンですからね。